オブヤエクト187とは1980年代後半から1990年代中期にかけて開発されたソビエト連邦の試作主力戦車である。計画を取り巻く高レベルの機密保持のため、この車両の開発作業が公にされることは比較的少ないままとなっている。この戦車は最先端のシステムと構造上の手法を取り入れており、 多くの従来的なソ連戦車の端緒をなくしている。もともとのこの設計は、新しい戦闘車両を開発する前の単なる急場しのぎの解決策を意図していた。オブエークト187は、オブエークト 188, つまり T-90 と並行した計画である。本社は T-72B を元としており、これに大きく改良を施した砲塔を装備している。 ことに注目すべき特徴としては t-64 の方塔設計を拒否したことにある。再設計されたレイアウトは内部容積をより大きく奪ったものの人間工学的に良い効果を上げ、また傾斜走行による防御にも良い効果を与えている。車体の先端部を延長したため操縦手の乗車位置は低められており、彼の光学視察装置は t-64 と その派生型に似ず、車体の天井部に取り付けられた。これは悪名高い T-64 の設計上の弱点、砲塔と車体の間にある部位を改善している。同様の解決手法は、近代的な現行系鉄鋼団に対し、もっと合理的な傾斜角度での走行配置を可能としている。従来型の中造砲塔ではなく、 構成の金質圧延光装甲を溶接して作った新規砲塔を装備した。オブエクト187、オブエクト188と将来の T-80UD の溶接砲塔は実質的に同時に作業が推し進められた。オブエクト187の砲塔は印象的な外形寸法をことに後部セクションのそれによって特徴を付けられている。 円幕とエアロゾルの展開のために 902A、トゥーチャ敵弾発射機が装備され、さらにシュノーケル装置も搭載されている。エンジンと変速機は、数種類のタイプが異なる回収を受けて試験されており、これにはガスタービンエンジンが含まれる。テストの成り行きの中で、動力源として、最も有望であるのは1200馬力のマイナス85から2エンジンであることが確かめられた。 これは T-34 と同じく長手方向に搭載されている。新しい下部構造と油圧式の干渉機構は十分に機動性能を増強している。オブエクト187の一部の試作車両は試験中に T-80B 用の 125mm2A46M 格好砲を搭載した。とはいえこの戦車に予定されていた主兵装は弾道に 改善の加えられた 125mm2A66、格好砲だった。戦車砲に加え、新しいウラニウム製弾身の現行形鉄鋼弾で、あるアプフスズが開発され、アンカー -1 及びアンカー -2 と呼称された。同様に新規のヒート砲弾とグラッテムミサイルが、開発された。2A66 は 2A46M と異なる、外観を持つ。方向性待機は主に、 ミサイル誘導システムのクリアな照準線を保持するために取り付けられた。また一方でこの装備はより強化された新型砲の反動力を抑えた。より大きな弾頭と増量された推進薬を収めるため薬室容量が増えたことで方針が延長されている。本社は当時で最も先進的な射撃管制装置を装備していた。1990年代後半から 類似の装備が戦車に広く搭載され始めている。オブエイエクト187、後方 2A66 は 2A46M を元とし、2A26 砲と新世代の 2A82、格好砲の間の過渡的なバージョンであった。125mm オブエイエクト785は、もっと時期の早い1970年代後半に、登場したが、2A82 砲はこれに乗せられて、 試験を受けている。さらにオブエークト785は 130mm ライフル砲を乗せてテストしている。オブエークト187がまだ開発作業中である一方、さらに別の試作車両も作業進行中であった。これはオブエークト292でさらに強力な 152.4mm ライフル砲で武装していた。主に武装の強化のための同様の計画が 西側諸国にも存在している。オブエイクト187の数年前に、アメリカ合衆国では、キャトブという M1 エイブラムスの派生形を開発し、これは1 4 0ト、mm、ル砲を乗せていた。数年後、西ドイツでは、レオパルト2の140を開発し、これもまた1 4 0ト、mm、ル砲を搭載している。後にスイスは、PZ87 から140を開発。 1 4 0ト、mm、ル砲を乗せて、追加装甲を装備した。こうした計画での強化は主に武装に限定されたが、しかし一方で、オブエイクト187は、防御に極度に焦点を当て、今日でさえすべての、第三世代戦車に卓越している。とはいえ、新世代の戦車は、冷戦機の開発品を組み合わせるか、それに優越する、可能性がある。 中華人民共和国のタイプ99ケムは、優越性の一例で、新世代の運動エネルギー砲弾を射撃できる、強力な 125mm 砲、もしくは精密な誘導ミサイルで武装し、さらにより効果的なアクティブ防護システムを採用している。ロシア製の T-95 の試作車両は、他の将来予想される大型の設計案では、対抗できない、レベルの火力を保有する。 これは極度に強力な 152mm 格好砲、そして 30mm 同軸機関砲を含んでいる。オブエクト187は、砲塔と、車体全面に複合装甲を使用している。また、戦車の残余部分には、炉を用いている。受動的な走行は、レリークとエラの試作版である、マラヒート爆発反応装甲、そして、シュトーラーアクティブ防護システムにより増強されている。 本社はまた、核兵器、生物兵器、化学兵器からの防護システムを備える。装甲が物理的に達成する最大圧は 950mm で、ある。これは、セラミックス、高密度のウラン合金など特殊な素材で構成されている可能性がある。側面図1986年6月19日付で、指示された。 t-72b 回収計画の下、本社の作業は、ウラル設計局、輸送機械製造により行われた。これが次世代型の開発と受け止められた後、ウラル車両工場で作られた、以前の主力戦車軍時を同じくせず、本社は要求仕様を満たすよう設計されている。オブエークト187は、3つのシリーズの中で、様々な試作車両が作られた。各シリーズは、 以前のものと大きく異なり、戦車の進化を明らかに実証している。内装の際は、より小さい。第一の回収型は機関を840馬力エンジンへ変更した。この戦車は、コンタクト後爆発反応装甲を装備した。トライアルの後に、この回収型は解体され、車体は第三の回収型に用いられた。あと、パワープラントが丸ごと、 オブエークト188に転用されている。1000馬力エンジンが第2の回収型に搭載された。トライアルでは、現用兵器に対する高いレベルでの防御性能を示した。第1及び第2シリーズの試作車は、将来の T-90 に最も外観が近かった。第3の回収型は、構造的な欠陥の可能性を考え、 元々から多様な実験を試す意図があった。本社に完全な偽装が施されたことはない。第1や第2の試作車シリーズには似ず、第3のシリーズはカッコに 40mm の厚みを持つ金質圧縁鋼板を溶接して作った砲塔を搭載した。砲塔は T-90S、SA、A の装備するものに酷似している。低められた操縦手の配置などとともに、 これら車両の砲塔設計は、後に、第3シリーズの試作車両のそれを基礎とした。本社はもともと1000馬力のエンジンを搭載したが、油圧式干渉装置の変更に対応し、実験的に T-80 有用の1250馬力のガスタービンエンジンと変速装置を搭載した。またそうした措置の結果はトライアルに送られた。トライアルでは、ディーゼルエンジンが、 ガスタービンエンジンに優越することを示した。オブエークト187の試作車両は、対角攻撃防御のため、アルザマスマイナス16核施設にて、複合試験を受けることとなった。この戦車は、コンタクト5爆発反応走行を搭載していた。第4の回収型試作車は、エンジンと変速機が変更される前の、第3シリーズの車両と同じである。 これには新規でより大きい溶接砲塔が載せられた。この回収型には1200馬力のマイナス85から2エンジンが装備された。また本社には新しいマラヒート爆発反応装甲が付けられており、プレートの部分には十分に重たいチタニウム材が使われた。これは現在のレリークとの試作版であった。第5及び第6の回収型は最も先進的であった。 これらの間の相違は変速機にある。第5のものは機械式変速機を一方で、第6のものは流体変速機を用いた。両方とも1200馬力のマイナス85からにエンジンを搭載している。車体全部は寸法をさらにもっと増しており、形状を変えている。砲塔の走行防御能力は大きく改善され。 その寸度も増大して全幅が3.12メートルとなった。これは爆発反応装甲を除いた数値である。ソ連戦車の溶接砲塔の中では最も幅広い後部を持つ。こうした回収型は第4の回収型と同じくマラヒート爆発反応装甲を備えた。ただし、プレートは下にウム材の代わりに後半で作られている。 ウラル車両工場はこの戦車の正式化のために、甚大な努力を引き受けていたものの、最終的に高い戦闘能力と戦術的な可能性を証明したとはいえ、2A46 の旧式化した弾薬が 2A66 で再使用できずに、コストがひどく高くなることを理由の一つとし、本社が正式化されることはなかった。代わりに好まれた計画は、オブイエイク188である。これは、 T-72B の車体と少々の OVA クト187のシステムを共存させたものであった。設計主任のウラジーミル・イワノビッチ・ポトキンのことによれば、OVA クト187がソ連戦車の系列車両すべての設計と生産の出発点になるべきであり、また、より先進的で強力な戦車の基礎として収益すべきであったとしている。 今日でさえこの戦車を取り巻く機密保持が残されている。本社についての技術データはおおよそが推定されている。未公開ながら、ウラル設計局輸送機械製造の敷地にオブジェイクト187のモデルナンバー6の縮尺模型が残されている。この模型は勤務員たちによって作られ、保管展示のために、ウラル車両工場の博物館に送られる可能性がある。 ウラル車両工場の気候博物館から出された少なくとも一両の VA クト187を復元し展示するため譲渡を求める要請は知りけられた。しかし、いくつかの情報によれば、クビン化戦車博物館が残存車両の修理を実施し、公開作動展示の予定を立てている。ありがとうございます。